レイベンレイベン、レイヴン,ン、本名、スコット・レビ、1964年9月8日隊は、アメリカ合衆国のプロレスラー、ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。オリジナル ECW の代表的選手であり、WCW、WWE、ティネなど、各団体でも、実績を残している。ダリー・シャープが主催する。 プロレスラー養成機関モンスターファクトリーでトレーニングを積み、スコッティザボディ、スコッティザボディのリングネームで1988年にデビュー。オレゴン地区の PNW など無意系の団体に参戦した後、1990年8月に全日本プロレスに初来日。1991年には、スコット・アンソニー、スコット・アンソニーに改名して、テキサス州ダラスの WF に登場し、 カクタス・ジャックや、マッカン・シンダとザカーテル、ザカーテルなるヒールユニットを結成、マイクパフォーマンスのスキルを活かし、スポークスマン的存在となって活躍した。1992年から、スコッティ・フラミンゴ、スコッティ・フラミンゴのリングネームで WCW に所属。軽量級戦線で活動し、同年6月20日の PPV にて、ブライアン・ピルマンから、 WCW ライトヘビ級王座をダッシュした。ダイヤモンドダラスページやビニー・ベガスとのユニットである、ベガスコネクション、ザ・ベガスコネクションの一員としても、悪名を高めたが、新副社長ビル・ワットのブッキングに反発して、WCW を離脱した。WCW 脱退後の百九十三年、トークのうまさを買われ、調教師をキャラクターにしたジ、ジョニー・ポジョニー・ポールを名乗り、 マネージャーとして WWF に登場。初期は、アダム・ボム、後にザ・ケベッカーズ、ジャック・リュージョーピエール・カール・ウェレのマネージャーを務め、マンデー・ナイト・ローのアシスタント・プロデューサーや、カラーコメンテーターも担当していた。しかし、選手としての活動を続けるべく WWF を離脱し、1995年から E.C.W. に参戦。グランジをモチーフとした虚無的なキャラクター。 レイベンに変身する。スティービー・リチャーズや、ブルーミーニーを古文に従え、レイベンズ・ネスト、レイブン、エス・ネストなるユニットを結成し、トミードリーマーや、サンドマンといったライバルたちとハードコアレスリングで、カルト的な人気を集め、ECW を象徴する選手の一人となった。ECW では、ハードコアの競争と呼ばれるほどのカリスマ性を誇って、いたが、サンドマンを十字架にくくりつけるなどのパフォーマンスで、 避難を浴び謝罪したこともある。なお、この時にアマチュア時代のカートアングルが会場に来ていたが、この演出に失望したため彼と ECW との契約は実現しなかった。1997年に再び WCW に移籍し、ビリー・キッドマンなどを配下に新ユニットのザ・フロック、ザ・フロックを葬式するが、1999年に ECW に復帰した。 2000年からは、選手として、WWF と再契約。WWF でもハードコア戦線で活躍したが、団体から徐々にハードコア色が消えていくとともに、活動の場も狭まり、またその得意なキャラクターは、他の多くの ECW 出身者と同じように、メジャー団体のリングでは活かしきれず、2003年に、WWE を解雇された。WWE 解雇後は、 ティネに所属し、ここでもハードコア路線を中心に活躍。2005年6月には、海世界ヘビー級王座も獲得したが、ジェフ・ジャレットの受中にハマリ王座を奪われてしまう。それ以来ジャレットとの再戦を求めるモタイトル、管理委員会を務めるラリーズビスコがこれを認めず、逆上して、ズビスコに喧嘩を売る。しかし2006年1月、そのズビスコが送り込んだ資格のショーン・ウォルトマンと、 大座挑戦か、ティネ追放かをかけた試合に敗れ、ティネを追放されてしまうが、同年のロックダウンで復帰。ズビスコ襲撃を目論んだが、ズビスコが連れてきたセキュリティに阻まれて未遂に。しかし、ここから、ズビスコとの構想を再開。決着戦の紙切りデスマッチで、ズビスコとの戦いを制し、ズビスコを丸坊主にして、嘘を晴らした。近年は、アビス、 ブラザー・ランと相手に再び、ハードコアな構想を繰り広げた後、カズ、マーティア、ヘイボックラを古分にセロトニン、セロトニンなる過激派ユニットを結成する魔王は、かんばしくなく、カズの反発、脱退を機に、ユニットは解散。再び、シングルプレイヤーに転向するも、2008年初頭に、ティネを退団。インディー団体を転戦後、2009年4月から再び、ティネへ参戦し、 2010年7月より、ミック・フォーリー、ログ・バンダム、トミードリーマー、スティービー・リチャーズ、ライノ、チーム 3D、アルスノーラとティネバン・イーシュ・リジナルズである EV2.0、エクストリーム、バージョン2.0を結成した。しかし、11月に、サブウーがフレアーにより解雇され、その後間もなく、レイベン自身も解雇された。2012年からは、 インディ団体に戻り、ECW の本拠地だったフィラデルフィアノでは4月28日にゲイリーウルフと対戦。10月27日にはカナダナヤガラホールズのバセレトナケルプロレスリングにおいてエディオズボーンを破ったが、11月11日のエクストリームライジングでの興行ではスティービー・リチャーズに敗退した。2013年はドイツやオランダなど、 ヨーロッパ遠征を経て5月24日にはビリー・コーガンが主催するに参戦し ECW 時代からの名優ペリー・サターンとのタッグでブレディ・ピアースマドマン・ポンドから勝利を収めた2014年はナイジェリアや南アフリカにも遠征するなど活動の場をさらに広げている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください